ゼウス、ギリシア神話の最高神であり、オリュンポス十二神の筆頭格として挙げられる全能の神です。神話を題材にした作品にはほぼ確実と言って良いほど登場し、神話を知らない人でもその名前だけは聞いたことがあるでしょう。雷を落とすジョーラのおじいちゃんというイメージが強いかもしれません。ゼウスは最高神と呼ばれるだけあって勇ましく、ゼウスの父クロノスが率いるティタン神族と敵対し打ち倒します。実の父との大戦争に勝利するのです。しかし一方で妻がいる身でありながら浮気癖が非常に強く、女性絡みで数々の前科を持っている神でもあります。時には自分の血族の女性にすら手を出していたり、それはもう手当たり次第のナンパもの。今回はそんなゼウスの神話について紹介していきたいと思います。1. ゼウスの出生。まずゼウスがどう生まれたかについて話していくことにしましょう。ゼウスは先代の神々の王であったクロノスと大地の女神レアーの間に生まれ、海の神ポセイドン、冥界の神ハデス、穀物の女神デメテル、火の神ヘスティア、そして婚姻の女神ヘラと血縁関係にあります。神々の王の子供の一人がゼウスというわけです。そんなゼウスの出生にまつわる面白い伝説があります。ゼウスが生まれる前、父クロノスはある時自分の子に王の座を奪われるという予言を聞きました。父クロノスはそのことを恐れて生まれてくる子供を次々に飲み込んでしまうようになったのです。王の座を奪われたくないからってめちゃくちゃな父親です。ちなみに父クロノスが赤子を飲み込む様子は絵画の題材に用いられています。我が子を喰らうサトルヌスというグロテスクな怖い絵はこの時の神話を反映したものとして有名です。サトルヌスというのはローマにおけるクロノスの名です。さてクロノスの妻、つまりゼウスの母であるレアは次々と子供を飲み込む夫クロノスの凶行を目の当たりにしてヤバすぎると両親に助けを求めます。まさに実家に逃げ帰る妻のよう。ちなみに妻レアと夫クロノスとは実の姉と弟でありながら結婚したので、相談に乗ってくれたレアの両親は当然クロノスの両親でもあります。その両親とは天空神ウーラノスと女神ガイア。レアは彼らの助けを借りてクレタ島の洞窟の中でこっそりと子供を産みます。こうして生まれたのがゼウスでした。しかしその後クロノスに生まれたのかと問い詰められます。レアは機転を利かしてゼウスの代わりに産着に包んだ石を赤子と偽ってクロノスに差し出しました。クロノスは実の子と信じて石を飲み込みます。これで王の座は奪われないと安心するクロノス。鈍感な男で助かりました。こうして難を逃れたゼウスは二人の妊婦の下で成長して無事に成人します。そしてゼウスが生まれる前に父クロノスに飲み込まれた他の赤子、つまりゼウスの兄や姉たちを助けるためクロノスに薬を飲ませます。思惑通りクロノスは兄や姉たちを次々と吐き出します。ポセイドン、ハデス、デメテル、ヘスティア、ヘラです。この時に彼らはいわば二度目の誕生を迎えたので兄弟の順番が変わったとも伝えられています。こうして自分の兄弟を救い出したゼウス、彼は次期の王たる存在として父クロノス率いるティタン神族との戦いに身を投じていくことになります。 2. ゼウス、父クロノスと争うティタノマキア。ではティタン神族について軽く触れておきましょう。ティタン神族は農耕の神クロノスを筆頭とする神々であり、オリュンポスの神々と同じく男女6柱ずつで構成されています。彼らは天空神ウーラノスと女神ガイアの子供であり、巨大な体を持っているとも語られます。このティタンという言葉は意外と身近な言葉で、巨大なという意味が込められたあの有名なタイタニック号の名前や高性能な金属であるチタンの名称の由来になっています。ざっくりといえばゼウスたち子世代とクロノスたち親世代の戦いです。さてゼウスたちはオリュンポス山、ティタンたちは現在のテッサリア南部にある山オトリュス山をそれぞれ拠点にして相まみえます。この戦いはティタノマキアと呼ばれ、ギリシア神話の中でも重要なエピソードの一つです。両者とも実力は互角で、決定打にかけ10年もの間勝敗が決まりませんでした。そこでゼウスは女神ガイアの助言を受け、奈落の底タルタロスに捕らえられていた百腕の巨人ヘカトンケイルや単眼の巨人キュクロプスを解放して味方につけることにしました。彼らはその見た目がひどく醜かったことが原因で父ウーラノスによって地下に幽閉されていたのです。救出されたキュクロプスたちはゼウスに雷帝ケラウノス、ハデスに隠れカブト、ポセイドンに三つ股の槍を作って授けました。ヘカトンケイルはその腕で巨岩を放り投げて援護します。この巨人たちの加勢によってオリュンポスの神々が優位に立ち、ゼウスも授かった雷帝でティタンたちを攻撃します。この時の衝撃は凄まじく、古代ギリシャの詩人ヘシオドス曰く、大地が身震いして燃え上がり、森は焼け、天地が逆転したほどであったとされます。まさに主人公の一撃です。ティタンたちはそのままゼウスたちオリュンポス勢に押し切られ、ついには敗北してしまいました。これによりゼウスたちによる支配が始まり、敗北したティタンたちは鎖につながれ地の奥底に幽閉されることになります。ゼウスはこうして父を破り、ついに安寧の平和を取り戻したのですと言いたいところですが、戦いはこれで終わりではありませんでした。3.
巨人族との大戦争 VS 最強の怪物テュポーン、ティタン神族との戦いを終えたゼウスたちオリュンポスの神々、次に彼らは巨人族であるギガースたちと戦うことになります。ギガントマキアと呼ばれる戦いです。詩人ヘシオドスの語る神話によると、ギガースたちは天空神ウーラノスがクロノスに断交を断ち切られた時、その地によってガイアが身ごもり生まれたとされます。彼らはただ巨大なだけではなく、スネは蛇、足はトカゲの頭で構成され、無敵と呼ばれるほどの剛力を持っていたとされます。また神々には滅ぼされないという特性を持っていました。ギガース勢の先陣を切っていたのはポリュピリオーンとアルキオネウスという巨人で、特にアルキオネウスは地上で戦っている限りは不死であるという非常に厄介な性質を帯びていました。ギガントマキアに関してはゼウス以外の神々の活躍が詳細に語られており、太陽神アポロンや酒の神デュオニューソス、火事の神ヘファイストスや戦の女神アテナといった神々が巨人と戦い、次々と討ち取っていきます。神々は不死であるはずの巨人たちを相手に渡り合えているわけですが、これは神々に人間が味方すれば巨人たちを退治できるという予言に基づき、とある半神半人の英雄が味方していたことに大きく起因しています。その英雄とはギリシア最強の英雄として名高いヘラクレスでした。ゼウスはアテナを介して彼を自らの陣営に引き込んでいたのです。ゼウス、助っ人を呼ぶのがいつも上手です。ギガントマキアにおけるヘラクレスの活躍は目覚ましく、アポローンと協力して巨人の左目を正確に抜き、オリュンポスの神々に大きく貢献しました。神々は巨人たちを圧倒し、ひとまずの勝利を迎えたように思いました。ですが自らの子であるティタンたちへの仕打ちにガイアの怒りは収まらず、彼女は奈落の化身タルタロスと交わり、怪物テュポーンを生み出してゼウスに対抗します。このテュポーンはギリシア神話の怪物の中でも最強と謳われるほどで、人間と竜が混ざり合ったような見た目をしていました。肩から100の竜を生やし、太ももから無数の毒蛇が這い出し、両手を伸ばすと東西の果てに届くほどに大きかったと伝えられています。その姿を見た神々はエジプトへ逃亡し、動物に姿を変えたとも語られます。他の神々がいなくなってしまったため、ゼウスは単身テュポーンと戦うことになります。主人公と最強の敵との一騎打ち、まるで漫画のような展開です。ゼウスは雷帝を投じ、全てを切り裂く鎌ハルペーでテュポーンを切りつけてシリアの山まで追いかけます。ですがテュポーンはトグロを巻いてゼウスを拘束し、ハルペーを奪い取ってゼウスの手足の剣を切りつけます。その後テュポーンはゼウスをキリキアにある自分の巣に閉じ込めてしまいました。ゼウスはかなりのピンチに陥りましたが、彼は伝令神ヘルメスによって助け出され、再びテュポーンと相対します。復活したゼウスは雷帝を持ってテュポーンを追い詰め、エトナ火山を上から落として押し潰しました。エトナ火山は現在のイタリアシチリア島の東にある火山です。エトナ火山の噴火は下敷きになったテュポーンが必死にもがくことが原因で起きていると伝えられています。こうして晴れてゼウスは宇宙の支配権を確立したのでした。今度こそ世界は平和を取り戻したのです。余談ですが、この怪物テュポーンはエジプト神話に登場する戦争の神セトとも同一視されており、台風を意味する英語タイフーンの語源であるともされます。ファイナルファンタジーシリーズに登場するテュポーンが風属性の攻撃をしてくるのはここから来ているのかもしれません。4. ゼウスの浮気、牛に化けて欧州を旅。さてゼウスを語る上で外せないのは数々の浮気エピソードです。一応ゼウスには制裁として婚姻の女神ヘラがいます。彼女はローマ神話では婚姻の女神ユーノーと呼ばれ、6月の花嫁ジューンブライドの由来となっています。そんな妻がいながら浮気を繰り返すとは、ゼウスもなかなかにどうしようもないやつですね。ゼウスの愛人の中でも有名なのはフェニキアの王女エウロペにまつわる説話でしょうか。ゼウスはエウロペに一目惚れしてしまい、白い大牛に化けて彼女の元へ行き背中にまたがらせます。すると大牛は急に動き出し、ヨーロッパ中を駆け回りました。この時背中に乗せていたエウロペはヨーロッパの語源になったと伝承されます。他にもスパルタ王の妻であったレーダー、美女イーオーなど、ゼウスには様々な愛人がいることで知られています。伝承によってゼウスのお相手は微妙に異なりますが、関係を持った女神や人間の女性は総勢20人以上、彼女たちと作った子供は主要な人物だけでも30人近くいます。もう本当にとんでもない浮気者です。しかしゼウスが子供をたくさん作ってくれたからこそ、ギリシア神話に個性豊かな神々や英雄たちが生まれたと解釈することもできます。こうして私たちがギリシア神話を楽しめるのもゼウスが浮気者だったおかげと言えなくもないかもしれません。 5.まとめ、いかがだったでしょうか。今回は比較的知名度の高いゼウスについて取り上げました。全能神というだけあってかなり重要な神でもあります。他にも彼にまつわる神話はたくさんあるので、これから学びたいという方はまずはポピュラーで身近なギリシア神話から入ってみるのもいいかもしれませんね。